ください。いや、このナビが古いだけかもしれない。ちょっと一区間二区間はあるかもしれない。はい、ということで亀ヶ池温泉でした。はい。やっぱ佐田岬来るときはもう本当定番のやつですよね。うん。安いしね。左ね。立地がいいよ佐田岬行くに本当に。なんといっても安い。うん。もうなし。ここも気使わなくていいよ。うん。ここもおよそ600m先、斜め左方向です。ここも安いし、美味しいし。GPS を探知中です。夜の方が本当こういう時は楽だよ。およそ300m先、斜め左方向です。来てるよ、来てる。鏡を見ろよちゃんと。なんで俺が地図見ながらみんな見てんだよ。まもなく斜め左方向です。斜め左方向です。俺今地図見ながらミラー見るっていうエキストリームなことやってるからね普通できないからねこれ。普通じゃないことやって俺今。西日本だよね。観光地としてのレベルが。やっぱ余計にあるのかな。いくらでも海がないわけじゃないけどさ、海からまあ遠いところに住んでんじゃん。なんか中途半端な風があったそれか。あ、もう一個あったよ。それもあって雪なのかな、海がいいのかな。
じ海でもなんかこう、これ向こうは向こうで違う海なんだけど、レベルつかなんつったらいいのかな。別に汚いとかそういうことは一切ないんだけど、そのジャンルが違うと言ったらいいのか、同じ海でも。およそ700メートル先左方向です。いやほら、同じおっぱい好きでも巨乳と貧乳どっちが好きみたいな話あるでしょ。またこういうのもおっぱいで例えるね、観光名所観光名所をおっぱいで例えてくるっていう。だからほら、やっぱりね、貧乳好きな人もいれば巨乳好きな人もいるので、同じおっぱいでさ、まあ、だからほら、茨城の太平洋が貧乳で、こっちの海が巨乳っていう例え方ができるんでしょ。まあその逆でもいいんだけど、俺は巨乳の方が好き、俺は貧乳の方が好きっていう話でしょ。まあね、どっちも綺麗なのよ。まもなく左方向です。そういうジャンルの違いなだけで。左方向です。この先しばらく道なりです。一回南まで行くよ。帰りでいいの？帰りでいいの？礼わかんねえんで、ポコチン神社行くの？お前さんもこっち見てんだ。はぁ、見てたよ。気に入らんじゃん、歩いてきた。礼はもう元気にねって。行くんだったら石出寺って言ったんやけど。まあでも今日も漢字在寺とかその辺があるから。夜ならやってもいいけど。さ、有名なところとかさ、由緒正しい、さ、行かない、神社の御朱印に並んでさ、なんかまだいいよ今日は。次行くところのさ、神社で俺こいつの後かよみたいなさ、そういうことでもあるのかな、思うんじゃないですか。でもいや、ブログでそのほら御朱印集めてやっぱ紹介したのは、どちらかというとメインはこっちのほら凹凸、でこうやってこうこのこっちがメインでしょうねって書いてあったけど、
なんだかんだで今日天気にまた恵まれてますね。うん、結構十分いっぱいあったんだね、うん、昨日もあった。うん、夜だってさ、まあ前がこう繋がって状況だったら別に、もうちょっと出るだろう。アルファードの人はもういなかったね。ん？こいつで止まってたじゃん、昨日の夜。アルファード。ああ、うん。あ、いねえよ。スリー来てもらった。浅田美咲やっぱりいいとこですね。うん、いろいろとこう考えさせられる場所。まあ、そうだね。現代日本の闇っていうか。闇な部分もそうだし、景色もそうだし。景色だけじゃ飯食えないからね。
ちゃうよね。住むにも。ああ、そういうことね。ある程度。ジャムがマーマレードじゃない。マーマレードってなんかその果物があるんじゃないの。調べたことないかわかんないけど。あ、マーマレードという名前の果物がある。そうそう、そのマーマレードジャムだからマーマレード、マーマレードのジャムってことじゃないの。違うのかな。わかんない。マーマレードって果物かと思ってたけど違うのかな。でもマーマレードってなんかオレンジっぽい。やはりね、まあ、マーマレードって聞いたことない。そうないんだけど、マジでいいかってそういうツッコミ待ってる。いや、いつもさ、そこだっていつもピーナッツしか言わないから。それジャムで聞いたからね。ピーナッツバターはあれはジャムじゃん。ピーナッツジャム、うん、うんなの。ピーナッツバター。え、ピーナッツバターってあれどうやって作ってんの。わかんない。バター入ってる。入ってんじゃないの。やっぱりそうなの。じゃあジャムじゃん。じゃあピーナッツバター入ってる。ジャムで聞いたからイチゴだっつって。右方向です。
看板で出てこなかったっけ。およそ300メートル先、右方向です。大気圏突入。ここまで買い物行くのは大変だよね。でも買い物に行くのはここでしょ。近くて。まもなく右方向です。右方向です。去年来た時はここの川がえらいことになってたんだよ。八幡浜の町の中もちょっと、ね、溢れ出た感が漂ってたんだよ。あの時でもさ、入れなかったらどうしよう。だってフィリーが何事もなく動く。最悪フェリーもダメだったな。出らんの、ね、翌日まで四国走ってるのに翌日帰ってる。一日早く帰ってるな。まさかのワンホールかも。あそこの道行くと受信できません。初めてワンホールかも。初めてです。え、なんでって感じ。でも定め先のにさ、この山ってさ、上の方までこう開墾してあるんだよね。ずっと。あ、そうだね。うん、あの畑っていうか多分果樹園かなんかなんだろうけど、
ずっとそういう作りなんだよね。松山ナンバーとかないかね。ありそうな気がしてきた。愛媛って結構さ、こうこういう感じ、あのなんか大きじゃないけど、うん、およそ300メートル先、斜め左方向。もうちょっと香川に場所譲ってあげたらいいのにっていう大きさあるでしょ。一方で香川ちっちゃいじゃん。確かに。斜め左方向です。まさかね、押し売りの看板があるとは思わなかったね。斜め左方向です。5年前はあんなのなかったの。やっぱ観光客が増えたから。ネットが普及したからね。ああ、そうですね、もあるね。それでこういろいろ噂が立つようになって、ちょっとすぐだもん。まだまた追加で書かないと。2019年6月の裁縫、押し売りいなかった。出せるのかだもん。今回押し売りにはありませんでした。せっかくアークにするんだったら、地元の人に還元できる何かをやった方がいいよね。まあ例えば、いや、まあでも野菜はあれか、持ち帰るのにあれだしね、その
売屋台じゃないけど、ちょっとしたそう。なんかそういうのは作っちゃったじゃん。だからそういう風に考えたんじゃないのかなと思うんだけど。あそこ人が集まるわけじゃん、やっぱりさ。商売考える人がいてもおかしくない。GPS を受信できません。おばちゃんたちもさ、日替わり恋愛なのかな、今日は私、次回なのかな、どうなんだろうね、あれはどういうコミュニティで成り立ってるのね。あの時2人いたんだよな。そう、2人いた。それは覚えてる。 GPS を受信しました。GPS を受信しました。住んではない、住んでる人もいるよ。いる、住んでる家もある。あちょっと怖いよね、自分が住んでたないがもうさ崩れそう、でそこまで散れちゃった。
感じだよね。確かに。景色見るとどこどこどこみたいな。なのかな。日本人。だって山。あったあったあった。あったね。うん。ちょっと乗ってみたい気がするよ。うん。GPS を受信できません。Thank you.
アンモスか。アンモス、なんで出たのか。なんかね、書いてあったよね。出たのか。出た。化石でも見つかったとかさ。でも今、看板なんか新しかったね。昔だからまあマンモスってことかな。県名の名前がかわいいもん。あ、多分あの姫の方の字も、あの多分なんだろうね、ちゃんとしたお姫様の姫の意味があると思うんだよ。あれでも単体でどういう意味なんだろうね。確かに。ああいう字使わないじゃん他に。使うんだろうけど見たことがない。なんだろうね、なんて意味なんだ。他の読み方があって、わかんない、わかんない。いや、ほんと日本っていい国だなぁ。あとこれがさ、戦争真っただ中の国だったらこんなこといいね。およそ700人。中東とかさ、そういうエリアはさ、治安が悪かったら戦争してたけど、してるわけでずーっと。確かにね。ずーっとだよ。だって表、うちにとって危ないわけだし。国の中で争いが起きているような状況があるのにさ、かと思えばね、米軍で空爆されてるみたいとかさ、こんなんしてる場合じゃないでしょ、ぶっちゃけ。300m、右方向です。それこそこういうことをやったら、あれだよ、ね、鎌倉とか戦国時代のさ、坊さんみたいな扱い受けちゃうわけでしょ。ああ、その、そうね、しまい。そういうことやる人、そういう戦時下でもそういうことやる人って、どっちかっていうと教えを解く人じゃん。まあね、もうこういう時代だからさ、そういう戦時下にあってもこういうことをやる人がいるんだろうけどさ、緊張は強いられるよね。横浜だって。浜の向こうもなんか今こっち見てたね。あ、マジで、残念ながら僕らの方が若干遠いです。
ツやってあったけど、うん、ポンコツって何？使い物にならないんだけど、そう、それは分かる。あ、その語源じゃないけどってこと。ポンコツって骨？やっぱりあコツって骨じゃない、ダメになってるっていう、骨がダメだから。ああ、じゃあポンコなんの？分かんないね、なんだろうね。俺ポンコツのコツって骨だと思う。なんとなく、根拠はあるようでないよね、うん、骨の部分がもうダメだよ。まさしくそれでポンコツ。神と和解せよ、喧嘩した覚えねえしみたいな。エビフライ。GPS を受信できません。当たり前なんだろうな。バイクなり車なりチャリンコなり徒歩なりとかさ、旅人って常にどっかしらで見かけるものなんでしょうね。まあ、愛媛の人からしたら、まあ、愛媛だけじゃなくて四国全体でさ、まあまあ、茨城は茨城全体で見たところで異常な光景じゃん。むしろなんかすげえチャリンコ、異常な光景だよね、茨城県民ってさ。まあ、住むとこないのかなぐらいのさ。ああ、うん、一瞬さ。ああ、旅か。ちょっと考えてから分かるみたいなさ。ほら、もう長いことチャリンコで、ね、荷物くくりつけて旅してる人、やっぱりちょっとこぎたくなくなってくるんじゃん。どうしても。どうしても。お金持ってんだけどさ、まあ、持ってるかどうか別に、持ってる持ってないにかかわらずちょっと薄ぎたらなくなってくんじゃん、やっぱり過酷だから。で、茨城でああいう光景を見かけるのは大丈夫かなこの人って一応思うもんね。で、よくよく考えたらこれどう見ても旅じゃないって。でもこっちで見るとさ、もう明らかもうすぐ旅だって思うじゃん。この差何？見慣れてるかどうかじゃない、茨城で見かけると本当レアで応援したくなるもん、頑張れとかってやりたくなるもん。こっちじゃそんなにやってたらさ、しょっちゅうだからさ。まあ、宇和島方面は松山通りとかじゃない？松山通り？松山通りって。およそ 700m 下津橋交差点の左方向です。
そこ前言ったってどんぶり、どんぶり、どんぐりじゃなくてどんぶりか。いや、あの寄りたいんだったら寄ってもらってもいいけど、帰りに寄るつもりで。交差点を左方向で、その先700メートル先、左方向、高速道路入り口でさらに分岐が続きます。大丈夫？もし道の駅寄るんだったらもっともっと先行ったところでこう、行きで寄るんだったらね。この辺はほら明日帰りにちょっと潰せなかったから寄ろうっていうぐらいに行けるエリアだから。左方向です。ここでも行ったような松山道じゃある程度乗んのかな、ここから。松山道って言ったって普通の、あの、何、あの国道とこれからなんか多分有料化するのかなっていうような感じの中途半端もあるじゃん、たまに。うん、じゃあ PA もないかも。この地図で見てもまだ開通はしてない。まもなく左方向高速道路入り口です。その先分岐を右方向です。ジオパークって書いてある西、あ違う四国読めない、あの緑のトラックの奥、今ジオなんとかって書いてある。西洋ジオパークって書いてある。ジオパーク、ジオパークのことって意外と行くと面白いです。面白い。あのこの前あの石ネット面白かったよね。面白かった。まもなく右方向宇和島方面です。宇和島は ETS を受信できません。皆さん宇和島行く、待ってないで。ETS を受信しました。で起きる事故っていう
死ぬじゃん。ね、スピードも出てるしね。ハードロック作ってって思ってる。あんだけ実証が済んでるのになぜまだこんなにもいっぱいないところが多いの。
緑です。そんな気がする。
宇和島自体が、自然界行ってから戻ってくる途中、
楽天であれなの？カードで決済してある。
でもないあ、ありえなくないっす。GPS を受信しました。なんか畑内さんっぽい気がしてきちゃうよねあれ畑内さん今に、あ、どこだっけ、あれ室戸だよ。あ、室戸か、うん、そっか、まあ、室戸ならありえなくない、ありえなくないよね、向こうの方看板がこっちに出てたぞ。あれ九州だぞ。だよね。まあ稲積だよね。でも書いてあったの。だからまあ海渡って遊び来てっていう話でしょ。ああ。大分だ。そういうことか。まあまあ。フェリーで遊び来てよ。びっくりした今。なんかこっちの方もなんかあんのかと思ったら違うわ。ちょうど今費用被害の話したと思ったら。
章ってそうか。さっき読めなかったあの地名だよ。あのオンオンオンって音。あのほら五代の五の字。ああ未章。あれでさっき和行にあったでしょ。マーミーのミー。今から行く道の駅は未章って今ひらがなで書いてある。
ある町の隣町はもう宿毛だもん。2階に上がる階段の目の前にカラーコーンが1個だけポンと置いてあって、これ上行っていいのかな、ダメなのかなって下の時に行ったら下に行ったのがあって、あったあった、うんうん、あそこだよ、ああ、あそこか、あのお前が歯が痛いだろうなんだけど、ドラッグストア行ったっけ、だったね、久々に止まった気がするね。うん？何？ああ。今書いたの。
どんどん来ちゃって出るタイミングで歌うってたまにあるんですよ。
全然譲られねえ。石一体の攻防を続ける感じで。
を受信できません。 GPS を受信しました。あ、もう結構前からあるのかな。うん、古いよ。うん、右側なのかな。今鼻くそほじったら取られ、これ取られちゃう。前の車およそ300メートル曲がってこなかな。わかんない、それはわかんねえな。まもなく右方向です。はい、ということで道の駅ミショー、はい、ミックって呼んだの、これで MIC でこじんまりしてるところだね。うん、あ、プッパー君がいた。は？店内にいる。マジで？うん、おいしい。